ですね、リモーネ先生っていうワードがいっぱいあるんですけども、僕も詳しくは分かってないんですけども、花井君と賢章君と話すときに結構その先生っていうお名前がですね、出てきて、声優さんじゃないらしいんですけども、そういう方がいらっしゃる。そう、でも配信をね、されてる方ということで、そうそうそう、僕なんかうっすら先生と会いたいなっていう気持ちがあったんですけども、多分ないかんせん今花井君と賢章君とも会えてない状態なんで、まあ、ちょっとね先生と開口があるのかちょっと置いといて、あ、向こう側にいる、分かんないけどね。でもすごいリモーネ先生、もう家事とか寺島よりもリモーネ先生で画面がね今埋め尽くされておりますので、不思議な感覚だね、なんかね。いやもうそれはもうリモーネ先生でしょやっぱ、まあ、この界隈で、ね、絶対的に有名な声が聞こえたよ方々だろうからね。気のせいか、うん、30秒ぐらい下手したらあるかもしれないですね、うん、今回我々、プレステ4、いつもパソコンでフォールガイズやってるんですけど、プレステ4でね、リモーネ先生助けてよ、なんでちょっとそこで最初ちょっと不具合があって、今日リモーネ先生いないっす。今日はいないです。今日はいないです。今日は先生プレイとかしないっす。今日は一切しないっす。一切あ、今日いないリモーネ先生いないってバシッと言われましたね。あー